しょ、よいしょ。小野寺、どうしたんだ、そんな大量の本持って。あ、一条くん。図書委員の子に頼まれちゃって、今日補習で来られないみたいだから代わりに本の整理をしてたんだ。それって結構力仕事なんじゃねえか。俺でよかったら手伝うぜ。でもそんなの悪いよ。これまでも時々やってたけど、そこまで大変な作業じゃなかったし。そんなの気にすんなって。俺も時々飼育係の仕事を手伝ってもらってるし、お合い子ってことで。そう？じゃあお願いしてもいいかな。あ、もちろんだぜ。新刊はこっちだよな。うん、そうだよ。今ってこの図書室誰もいねえんだよな。なんか静かすぎて妙に意識しちまうような。この図書室今日は誰も来てねえみたいだな。いつもこんなに人いねえのかな。ううん、いつもはもうちょっといると思うよ。テスト前は満席になってることもあるし。へえ、そうなんだ。うん。会話が終わっちまった。次の話題は。ねえ一条くん。はい。一条くんは本好き？それはまあ好きだな。ものすげえ大好きってほどじゃねえけど、面白い本読んでるとワクワクすることは多いぜ。あ、うん、それ私もわかる。私も小さい頃すごく大好きだった絵本があるんだ。確か今も部屋にあると思うんだけど。へえ、それってどんな本？あ、ごめんね。いや、謝るようなことじゃ。なんかこういう風に目が合うと照れちゃうね。だな。あれ、何の話してたんだっけ。忘れちゃった。手伝ってくれてありがとう一条くん。おかげでずいぶん早く終わったよ。おう、またやることになったら声かけてくれよ。一人じゃ大変だろうからな。なんだ、俺はもう寝るぞ。お主の布団に入っていいか。はい。なんだよ突然って。おい、入ってくるな。うぉ、ぬくといのこの布団は。おやすみなのだ。もう寝てんの。やれやれ、しょうがねえな。うわ、眠てえな。なに、大きな口開けてんの。あ、ちとげか。おはようさん。おはよう、ダーリン。あ、そうだ、今週末定期デートするわよ。は？なんで急に。ちょっとクロードが怪しい感じになってきてさ。ガス抜きが必要ってか。そそ、なわけだから週末よろしくね。
で、桐崎さんとは最近どうなんだね。私めに話してごらんなさい。なんだそのキャラは。手の感触は、唇の柔らかさは、いやもしかしてそれ以上のことに発展してたりするのかね。いやー、もうラク君のエッチ毒されつけるくせやろ。うぜえ、つうか何もしてねえし。ま、そうだよな、お前はそういうこと積極的にできる人間じゃないし。その言い方も腹立つが、そもそもお前は俺と千棘が偽物の恋人関係だって知ってるだろ。俺からすれば偽物から始まる本物の恋があってもいいと思うけどな。バカ言え、大体俺は小野寺がだな。じゃあその小野寺とはどんな感じなんだ。別に今は特に何も。おい、その露骨なため息はやめろ。お前の周りにはマリカちゃんや聖志郎ちゃんなんて素敵な女性もいるってのに、この男は何をやってるんだか。つぐみ、あいつは別に関係ないだろ。そのセリフを聞いたらきっと泣く、いや怒って殴りかかってくるだろうな。はあ、とにかくお前はもっと積極的かつ大胆に行動するべきだぜ。絶対にな。その根拠は。俺が面白いからだ。真面目に聞いた俺がバカだったよ。じゃあな。まあ待てって、なんだかんだ言ってお前の恋は本気で応援してるぜ。俺はいつだって楽の味方だからな。調子のいいやつだな。そういうお前はどうなんだよ。あんまりお前の話って聞かねえけど、好きなやつとかいんのか。ん、どうだろうね。どうだろうねってお前の話だろうが。そうだな、まあ俺の場合、好きっていうか憧れっていうか。憧れ。はいはい、それより今後の楽の小野寺攻略作戦を考えようぜ。それもとびっきり面白いやつ。いいって、お前の企みに乗るとろくなことがねえし。恋の決め手はフィーリング、タイミング、そしてハプニングだぜ。とりあえずハプニングだけでもガンガン起こしていこうぜ。ラッキースケベもあるかもよ。そういうのはもう間に合ってんだよ、勘弁してくれ。ちぇ、つまんねえの。ったく、俺はお前を楽しませるために頑張るわけじゃねえんだぞ。ああ、さすがに緊張してきたぜ。情けないわね。結婚の挨拶くらいどーんと胸を張っていきなさいよ。相手だって顔見知りじゃない。応援してあげるから頑張んなさい。そうだな、こういうイベントは一回限りだし気合い入れなきゃな。よし、俺の勇姿ちゃんと見てろよ、ちとげ。お父さん、娘さんを俺にください。断る。ってクロード、なんでお前がいるんだよ。お前、仮にも義父になろうという男に随分と失礼な口の聞き方だな、坊ちゃん、いや、ラク君。ラク君？やはり認められん。こんな男に、こんな男にあいつはやれんぞ。はあ？ちょっと何寝ぼけてんのよ、ラク。ちゃんと挨拶しないとあの子もかわいそうでしょうが。あの子？相手はお前じゃねえのか？なんで私とあんたが結婚すんのよ。もう偽の恋人関係は終わったでしょうが。本当にしっかりしてよね。待て、俺にはもう何がなんだか。大丈夫です、お嬢。
そんなに心配しないでください。一条楽斗ならきっと何があっても幸せになれますから。やあね、つぐみ、あんたもこれからは一条でしょ。そうでした。でもそう呼ばれるのは慣れませんね。つぐみが一条、俺と幸せに。おい、つぐみ、これは一体どういうことだ。つぐみだなんて、もうそんな他人行儀な呼び方はやめてくれ。これからは貴様にも清四郎と呼んでほしい。え？私たちは夫婦になるのだから。好きだぞ、一条楽。よー、一条、目覚めたか。夢？絶叫するほどいい夢見てたのか。いや、楽しいとは違うような。お前だけ宿題特別コースね。うっせ。何やってんのよ、あんた。